何か大きな音が鳴ってもちゃんと朝まで寝るようにね。私はこのプリ姫幼稚園の園長先生です。いつもね、先生の言うことをよく聞いているんだって。いい子ですね。今度ね、我がプリ姫幼稚園ではお泊まり会があります。お泊まり保育です。やった、お泊まり大好き。楽しそう。とっても楽しいですよ。やった、やった。キュンキュン。ところで、聞きたいことがあるんですけど、なんでこのプリ姫幼稚園は子供が私たちしかいないの？ 3 人しかいないよ。それは…それは…お泊まりの日になると子供たちがどん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 減っていくんじゃ。今は2人しかいない。昔はたくさんいたんじゃがな。じゃあお泊まりしたらやばいんじゃない？遊ぼう。大丈夫大丈夫、何も起きないよ。とっても楽しいお泊まりだよ。本当に？おやつある？おやつあるよ。じゃあ私たくさん遊べるよ。いや楽しそう。ただし気をつけてほしいことがあります。注意事項です。先生がもう夜だから寝なさいと行った時にはすぐ寝るように。寝ている時にどんなことがあっても決して目を開けて起きちゃいけません。どんな音が聞こえてきてもずっと寝ているんですよ。ほら今みたいにピーって反応してふって振り返るだけでもダメですよ。なんで？やば、バレたら。夜絶対に目を覚ましちゃダメだよ。それさえ守ることができれば何にも起きません。とっても楽しいお泊まり会です。やった、楽しみだね。はい、じゃあね、今日はちゃんとご挨拶もできてお名前も言うことができました。では先生のお話は以上になります。はい、じゃあ引き続き先生と一緒に遊んでください。はい、園長先生ありがとうございました。はい、じゃあまたね。バイバイ。もしもお泊りの時困ったことが起きたら、園長先生も泊まっているから、園長先生のお部屋に来なさい。はい、じゃあね。バイバイ。楽しみだね。ちゃんと聞いたお話ね。はい。しかし子供たちがなぜ減るのかわからないな。誰かが食べているんだろうな。あ、そうだ。ゆめちゃん、おくん。ゆめちゃん、おくん。おいで、おいで、おいで、おいで。どうしたの、園長先生。あのね、明日、お泊まり保育でしょ。もしも、危険なことが君たちの身に起きたら、これ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 。こちらのね、お札を使ってください。何、諏訪湖神社じゃん。私知ってる、それ。助けて、このお札に、助けてって言って、言えば、きっと助けてくれるから。すごい。いつもお前、こちらがね、
悪霊退散パパコ神社の正式なお札です。癖強いね。持ってる、持ってる。これ誰にも見られないで持ってるのと隠したり隠したり、じゃあ隠したり、じゃあね、じゃあね、お泊まり会楽しんでね。じゃあね、じゃあな、困ったことがあったら私のところに来なさい。バイバイ。あ、そうだ、園長先生から終わった。お札、お札くれて。やあ、え、あ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 
パパぽよ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 パパぽじいちゃんのお札のせいで、なんである子たちが持ってるのよ。こうなったら絶対に捕まえて食べてやる。匂いを確かめる。こっちだな。何今のこっちなの。私たちは逃げられちゃう。パパぽよ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 して子供たちを食べる。じゃあちょっとわしと妖術比べをしないか。あのお札は聞いただろう。人間の妖術など聞いてはないや。パパコ神社のお札なかなかの効力じゃろ、うん、確かにあれは聞いたと。さてさてあなた大きくなることできるんだって。もちろん。じゃあちょっと大きくなるの見せておくれ。だ。うん。お見事お見事。
じゃん。そうだよ、そうだよ。ではでは、これはどうだ？小さくなることはできるか？もちろん。うん、では見せておくれ。どれだけ小さくなるか、きっと見えないだろうな。いくよ。手の上に乗れるぐらいちっちゃくなれるか？もちろん。どうだ？ちっちゃいな。もっとちっちゃくなれるか？このポテトチップスの上に乗れるぐらいちっちゃくなれるか？もちろんだ。私のことを誰だと思ってるんだ？見ていないぞ。え？夢でも見たんじゃないかな。でもさっきめちゃくちゃ若くできてたもん。それでパパこの神社のお札使ってしばらく動き止めてたもん。うん、夢じゃないかな。じゃあもう二人ともね、もう今日は夜遅いからね、寝なさい。で朝起きたら園長先生が朝ごはん作ってあげるから。だったのかもしれない。じゃあね、おやすみ。ああ、夢見てきた。じゃあ明日の朝ごはんはね、ヤマンバのお肉じゃ。え？何？たくさん落下してくるわよ。何人いたかわかるかしら。よーい、はー、おしまいよ。正解はみんなわかったかしら。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン押して。